あ、来た来た来た。はい、明けおめでとうございます。来た、ライブ始まった。始まってんのか。海坊主さん、あっとお姉さんです。明けおめです。はい、明けましておめでとうございます。あれ、リビンジューさん、あっとおばさん、明けましてごめんなさい、はい、お姉さん、お姉さんですね。てか、ツイッチの方始まらん。ちょっと明けましておめでとうございます。ツイッチの方始まんねーずけん。始まってる？けん。あ、来た来た、始まってる？あ、来た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 。というわけで、まあ、お呼びしましょう。欲望。清松さん、あっとこんばんは。清松さんだ。清松先生いらっしゃいまし。小猿01さん、あっとお姉さんです。はい、ちょっと待ちください。清松さん、あっと今日楽しみ。笑俺も楽しみ。吉明さん、あっと明けましておめでとう。吉明吉明ダメでしょそれ。はい、じゃあまあぼちぼちね、始めながらちょっとね、まあ、7C1 さん、アットワコールじゃなくてお姉さんち。ワコールっていうか、インベさんダメだろこのタイミング。何者なんだ。インベさんダメでしょ。インベさんがやらかしてる。ショーン面白すぎる。まあショーンついてる。さっきまでガラムさんと対戦してたわ。あ、どうでした。なんかそんなこと言ってましたけど。清松さん、アットなんて消音してんの。いいんですよ、消音。消音でいいんです。清松さん、アット4マイナス2でした。お、やる、さすが先生。じゃあ、まあ、待って、ちょっと美さん、アット消音、わらわら。つないで、ここかな、グループに発信。こんばんは。こんばんは。こんばんは、ガラムさん。あ、もうね、インベさんが。インベさんがナイスタイミングでやってきましたね。よかったよ。わぁ、出なんで俺だ。なんだそれ。これさ、はい、俺配信つけながらやるときっと。うん。いいよ、配信切ってていいですよ、ガラムさんは。いいですよ、目つぶってていいですよ。そう。目つぶってプレイしててください。いやぁ。今年はろくな年になりそうもないですね。じゃあまあ適当に。え、ラグチェックは一応やるか。宇宙回線遅いからな。じゃあまあ飛ばして勝手にやっててください。俺は、あ、でもまあいっか、いつもやってるもんな。いいの、うん、いいよ。いいですか。いいよ。じゃあまあ始めてください。じゃあそうですね、はい、いやーだ、配信切れそうな時は一回止めるんで。はい、3分、いや5分切ったら止めますんで。いや、はい、っね、まあ、勝手に始めてください。ここあ、じゃあよろしくお願いします。ほら、ガンガンレディ押せよ。あ、そう、まあこういう、まあ、はい、阿鼻叫喚が飛び交うんですけども、まあそこはちょっといつも通りこの身内っぽいガチ配信なので、いつも通り。そう、はい、パチ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 。ほんで、まあぼちぼち解説できるとこはします。できないとこはしません。さてさてさて、じゃあこっちに行こうか。最初のネタで緑やろうかなと思ったんだけど。ふざけんな。しょうがない。スカイプの声うるさいかな。全然さっきコンボも全然いつも以上に繋がってなかったんですよね。いやー、さっき某外使いの人にちょっとやったけど、やっぱコンボきっちりやってくるね。そうだよね。そうだよね。わかってる。わかってるよ。あ、1年間、コンボが。始まりでカバーで。こんなもんか？閉じる。よし、これで。ここから。この立ち中継、ガイの基本はガイが立ち中継で、まあ牽制を、まあこの、おお、それは知らん。これネタなんですよね。立ち中継、まああとはシャガチューパンで仕込みつつ、でガイは基本飛べない組み合わせなので、飛びづらい組み合わせ。ああ
なんでなんでと言ったらガハムさんがそこ飛びを通したのであのちょっと聞かなかったことに、あれノーマル飛びとイズマでタイミングずらしてじゃないと無理なんですよね。そうこうやって俺が言ったことに対してこうやって答えてくれるっていう素晴らしい配信です。怖い、怖い。まあ楽ではないですよね。やってね。あ、早い早い。コンボ入れてくる。なんですけどこのフォークはちょい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 落としてくることを落としてくるのを多分見れるとは思います。まあ全部ではないですけどね。あ、はい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 。宝山走る。ゲージためのために。うわー、こっから。うわうわうわ、仕込みが仕込みが漏れると。今のは残り時間的にもさ、NGP そんな使ってたっけ前まで。基本牽制合戦の地味な試合ですねこれ。こかすまでは、こかしてからはちょっとずつ動くけど、フォーク側は特に。うわ、いて地味。うるさいうるさい。まあ、うん、こういう牽制合戦をしつつ、このね、こうやってね体力リードされると終わるんですよね。もうちょっと中継の振り方がうまくて、ガイホークのね試合のね、あの分かんないんだよ私も。対策とかそういった細かいところ、ただ牽制合戦をしてますぐらいとしか言えない。やばしくないぞこれ。全然起こせない。月宮さんまでいらっしゃった。すごい、清松先生と月宮さんが見ている配信。これ俺が走、多分ねインベさんもねこっそり見てるはずなんだよな。インベさんコメントしないけど結構見てる。部品が集まっちゃう配信ですね。うわ痛い、痛い。チリ体育あと29秒。地味な対空知っている。でも時間ねえし。きついなぁ、これはもうぶっ込むしかないなぁ、勝つには。終わった。まあ今の時間ならありだ。まあまだ始まったばっかですからね、しかも。ああ。これ。ちょっと待って、これ。まだあの一戦目なので、あの悲鳴とか聞こえないんですけど、そのうち。あのうわーとか言い出すんで、そこら辺から多分面白くなってきます。ほら回す。こっからあ、まあ今のは表でしょう。実はこの外の次って解説は話しずれこれ。はい、ガラ潰しから中段中盤何置き攻めすごいしにくい。なんかちょっとぬるっとしてない、気のせいかな。え、気のせいかな、わかんない。よく油あのね、すごいね話しづらいすっごい話しづらい。俺ここにいるけど通して置き攻めいかない、いけないって言った方がいいんですよね。ウルコン2もあるし。まあそうだね。うわー、うわぁ、何それ。ここからよし、うん、逃げる。まだいける、まだワンチャンある。フルゲージ、宝山セビキャン宝山だな。お、いいね、いい空体入る。おっとおっと、動く。あー、いい勝負。あー、クソ届かん。逃げて、おお、いいよ。ああ、はい、でん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 、いい勝負ですね、これ。はあ、もう疲れた。はい、これを10戦繰り返します、最低でも。マジやだよ、こんなに。これぞ武神流。はい、はい、飛ばす。あのね、上通しすぎだね。とりあえず、幸先よく一勝。そうですね。けど結構ガラムさんだよね。久々じゃない？うん。あとでもね。
うん。あとでも最近あんま当たらない。ちょっとガイルって使ってたっすね。当たり前じゃないですか。ホーク使いは消耗されて対戦拒否しないとダメですよ。身が持たないんですよ。そうです。戦いたくないですから。ホーク使いなんかと。そう、頭おかしいですから。じゃあね、けど一番最悪なのね、つくぴんでね、ガラムさんとケッシャーが横並びになるのが一番最悪だからね。いや、それはないね。いや、まあ、牛吉も入ってくる。俺は牛吉の横にスタンバイする人だから。はい、ここで、じゃあ2本目。時間かかるな、これ。まあね、見てるのはね、面白いから、この試合は。わかる人はね、多分ね。面白いとは思うんですよね。はい、いらっしゃいませ。ブランカが来てる。見てる人は、分かる人は面白いとは思うんですよね。分かんない人は多分、一生分かんないまま多分ね、なんでこんな牽制合戦なんだっていう、大味な試合がなしで、いい体育。最初のも牽制が負けるとね、本当終わってくんだよな。動きたくなっちゃった方がね。もうてかさ、スパイア打ったりさ、やっぱなんかちょっと重いよね。重くないよ、あんまつけてないよ。それはメキシコ対茨城だからな。おーいのせいで。あー、そうなんですね。最初いあ、上げるか。まあ、ホークザンギはね、よくある光景は。メキシコ対茨城で、あの回線もあのメキシコから引っ張ってきてるんで、回線ちょっとたまにラグが起きるらしいんですけど、話によると今の飛びはすごく落としにくいね。ここの玩具怪人というこの外使いは、そうっすね、崩すのはないっす。崩す方法ないっすよね。牽制引っ掛けようにも相手の牽制に引っかかるっていうね。ああ上全然出ねえな。で、あの体育出ない。うわ、出ないマジ出ない、マジ出ないよ。この玩具怪人はそのメキシコ国境警備隊っていうのがあるんで。ああダメだった。あ、それはいける。ゴミのようなスライディングで、えい、はい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 、時間いい時間、はい、おー、いい終わり方。ワンチャン持ってった。これぞ武神流。何が武神流だ。はい、じゃあ3ファイナルラウンド行きましょう。今の落とすの痛いな。すごい牽制合戦。あのね、ローズホークに似たような牽制合戦がね、繰り広げられてる。うわー、やめ、なんそれ、ない、うわ、やった、お前たち、あ、きついなーこれ、きついよーマジで、画面端、うわー、体育で、体育で、うわ、すごいできます、牽制以外やることない、確かに、ぶっこんだら多分ね、ガードされてね、痛いのもらう、まあ基本はね、おー、いいよ、だが、ホークの体力が、もう体育出る。やっと体育出る。いや、あれあんま出したくないのよ。つらえるから。つらえるからね。あー、マジでこんなん10回もあんのかよ。だよ。だから、そうっすね。ガイがガングさんになってるっていうの今気づいた、俺。こっちのニコ生。そうだね、チューピー影すくいを牽制にぶち当てれば。そう、うん、いいんだけど、さっきちょっと初対戦した某外使いの人がやってきたよ、うん、ニコ生でちゃんとコメントしてもらってる、うん、清松さんが。そうだ、ガングさんちゃんと牽制に仕込み中 P 加減すくいをやりたいところだけど、円立ち中 P って機能すんのかな。あんまりやらないんだよ。円中 P すげえリーチ長えよ。差し込みだよ、差し込み、うん、見てからだよ、見てから。厳しいな、フォークの牽制に牽制さすの難しくて。うん、むずい。
本当。スカ角とかはやっぱりスカ角で撮っていくのがね難しすぎるんだよ。やりたいのはすげえわかる。やっぱスカ角でこのすごい清松さんと月村さんがガングさんにエールを送っている。ああ。もったいねえな。なんかちょっと待って。まあいいや。なんだ。なんだ。ぶっちゃけねスイッチの方でも流してはいるんでちょっと画質落としてますけどそこそこかなり画質落ちてんな。ニコ生1本に絞ったのがマシだなこれ。いや、あまあいいや、なんだまあ一でもな、タイムシフトを残しておくっていう意味では。いらっしゃい。上は通らない。ホーク使いには味方はいません。敵です全員が。ホーク使いは。あれ。あら。ニコ生一歩。そうですね。ニコ生一歩に絞れば画質は。ダメだ両方。マジか、ホーク使いに味方がいる。これどうなんですかね。5分ぐらいじゃないですか。あ、ぶねぶねぶね。そんな有利不利は多分ついてもホーク B 有利ぐらいなんじゃないですか見てる感じだと。これはきつい。いざ後ろ下がってって後ろに画面端が近い。あーチョップ。あれもさ、やっぱ重くない？ちょっと気のせい。気のせいだよ。俺ラグ感じないぞ。マジで。彼女なんかこの音をそれそれはきついな。ところどころ濡れてるな。いい体育。やってね。きついな。いいよ。ああ、コパンじゃない。そこ壊しじゃない。はい、いいよ。いい読み。確かにスカ角で金柱パンをぶっ円柱パンをぶっ刺すとあれを見てからあれなんだ。うわ引っかかった。確かにね無駄な牽制はいらないんだよねホーク戦。うわだいピーか大攻撃には確かにいけるかも。だけどむずいね結構。なんで出ねえんだよ。おいしい。おおいいヘリ。結構精神力を要する。そんな甘い大攻撃は確かに来ない。まあね噛み合ったらって感じだろうな。あ、そうなんだ。いやさ、円柱系は強いよね、確かに。すごい。この武神流から、なんつうの、むず、あの、どん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 要求が。なんで撃った、俺。なんやろ。要求がね、高い。武神流の。玩具怪人に対する。いや、もう、ね、そういうの見ないようにしないと、もうやってられん、こっちは。難しいね。いつも通りぐらいにしか多分、今は。おお、危ない。ちょっと走んなかった。あ、でもこれ、いけるかな。いいよ。いいね。しかもなんでガラムさんがいいよっていうの。うわーっと。え、まだいける、まだいけるよ。おーぐだっあったー熱い今の逃げようとしたら多分そうだ、まあ、ちょっと攻めの方でやろうとはしてたけど。いや今のは面白かった。熱いわ今のはちょっとしてやられた感がある。甘えたかホーク。甘えた削りを投げられたか。なかなかね一応一旦でね差し返してって言われて差し返すのは難しいんですよこのゲーム。確かに気持ちは分かるんですけど。何え強攻撃か。強攻撃にはまあ円柱パンを差し返すのはできそう。うん。だけど中継関
中高駅に差し返すのは非常に厳しい。大高駅に差し返すぐらいだったらなんとかできるかもね。そこは、うん、頑張れば全然。あれまだあれこれ 11?21 か21で玩具だね。ウィルコン2やなんだよなマジで。あ俺このステージ嫌い、うん、あれここのステージやめましょうよ。いやあーそれもステージでいいんだよね。うおお。ちょっとね配信に優しくないステージなんで、この2個配信にはガクガクになっちゃうんで。やべ。でもねツイッチもね何気見てくれてる人がいるからね、ちょっと難しいね。ああいや、あんまり画質がよろしいとは思えない。沖縄は近中継、円中継です。円中継は有効ですよ、ものすごい基本。じゃあ外でまともに触れる牽制が円中継しかない、多分ホーク戦その結構リスク低めで。おい入れる。おい、はい、うわー何それ、わーすごい。こういつもの通りコンボミスる。そうわー死ぬ。いざディアー、まだいける、まだいけるよ。ああそうなんですね。まあどっちからでもいいんですけど。いらっしゃい。あ、開けました。開けましておめでとうございます。お年玉私にもください。非常に欲望様から お年玉お年ポーをあげようではないか、このフルゲージの。いやーいいコンボ。痛いと言いつつね、なんだかんだ言ってもね、玩具怪人がねちょい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 勝っておるんですよ。うわもうやだもうやだ。はい、おい、あーっと飛びすぎだ。うわうわき、はい、うわミスった。いいよ。うわそっち飛んやろ。うわーまあ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 、うわ飛ぶ、なんだよ、あちゃーん、まあまあまあ、まあ、下った下った。大丈夫大丈夫、どうせフルゲージ。まあそうだね、フルゲージ。はい、武士会さんいらっしゃいませ。いいで、あーミス。また確かにこっから、うわー仕込まれてる。うわーめんどくせえ。うわーえぐいわー。うわーあーきついな、これはきつい。インデさんに言いましょう。空気を読んだ。22ですね。遅いって。インデさんが遅すぎても、もうね面白かったあの下りは。まだまだまだね、始まったばっかり。いやここでここでこの玩具怪人が 10先で勝ったら大きな顔できるっていうね。そうそうそう、このクソガラムがあって。そうだな。そうそうそう、でも俺はやらんけど。でも俺はこのホークターやらんけど、10先なんて一生。あちょっと待ってね、ガンガンちょっと待ってね。あ起きたっけ。ここでね、この対戦で俺そうだよ。ちょっとなガンズさん来た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 。ここでインベさん、インベさんまで登場するという。もうね、やりたくねえわ、やりたくねえわ。いなくてもやれるところを見せなければ。これはそうそう、コンボはまあガイのね、後ろ歩き早くなったもん。月宮さんか清松さんのお腹が痛くならなければ実現できると思います。うわ遅い。お腹が痛くなったら実現できません。レバー壊れちゃったりするんで、清松さんの。おいしい、うん、ああ夕食先かやはり。ああ惜しい。701番サナット選手さん、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。たまには打つか。たまには。おお、いいスライディング入った。今のはいい。うん、あれでね、今の位置はね、イライラゲージがちょっとたまるっていうね。フォークの駒投げ何に比べてとなんですけど、あのスライディングって、あの円柱形と噛み合うと見事にスカるっていうね。はい、でいやー、おかしいって何で泣いてんだよこいつ。なんだ今の前捨てし。あ、飛んだ。なんで今のところ泣いてるんだよ。確かにそれはきつい。まだいける。はい、あ、これ配信切れちゃわないかな。大丈夫かな。マジひでえわ。ミリバサ前ダッシュとかひどくないでしょ。ひどいだろ。ひどいわ。いやー、インコさんとの10本とかそんな話あったな。うん、確かにね。でもね、いい勝負だよこれ。そんな外側別に大きな振りはついてないんで。うわ、今のは多分ダッシュに回したところにたまたま。うわまだやってない、まだやってない。うわ、痛い。いい、あそこいい。あ、はい、まだこれ大丈夫かな。はいはいはい、無駄でござるからの、あーちょっとジャンプ早かったか。危ね。あーないよ。はい、遊ぶしかないね今の体力さ。もしくは鉱山セリキャン無念。あーそっか、地上戦から乗った方が良かったね。見つけられた。某外使いの人にはね、地上戦からと。もうそれはね、あの人の代名詞でございますから。嫌という気持ち悪いけど、それ前やったよ。しのちゃんと10本勝負。17で負けたよ、俺。ボッコボコだ、ボッコボコ。これは、10本全部見るの大変だな。いいよ。おぉ。足りるか。時間、時間足りるか。この小さく投げつってるんだ。あの終わんなかったらここ、ここ見てくださいね。とりあえず次枠取るんで。そう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 。ご足早い。確かにご飯食べるべき月宮さんこれ。まあ終わんないんでご飯食べたぐらいじゃ。ああ、どうした。終わんねえな、これ。あ、美味しい。うわ。やっちゃったよ。うわい。ああ。次は来る。やってね。なんで漏れてんの。もう終わった。うほほほ。しかもきっちりフィニッシュ。タバコがマジで減ってくる。大丈夫大丈夫。くそマジだこれ。なんだよマジで。まだいけるまだいける。 EX スパイアとかマジでねえよあの技。まあね、誰もいつも思うけど誰も。はい、あれリスクがなさすぎんだよあの技。ない、あれスライディングで抜けられないの。無理だろう。ローズは抜けられるよ。マジで。うん、インヘックスパイアローズで。いや、ゴイム抜けられるよ。マジでスライディングけど打たねえだろうガイ。そこをビューンって。今もうこれ配信入ってる。あ、もう、はい、もう始まった。始まったか。うん、大丈夫、一応ツイッチの方で保険はかかってるから。あんなとこで今多分 3-3? 2-3? 2-3 じゃね。うん、2-3ホーク。はい、いらっしゃい。もうダメだ、俺崩れてくるこっから。いやまだね。まだだろ。まだ早いでしょ。あれだよ、だって ローズガイをやりきった男だよ。まあね、19本まで。
うわふざけんな、今絶対つまんない、大丈夫、うわってふざけんな、そんなのか、たかたか前捨て2回したぐらいで、いや今のはうわってなるわ、うわ、なんだ今の、うわ、熱い、美味しい、あーえぐい、ほらもうやらもうやりたくねやめろ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 、よしよしよし、いいガード、うわー何それ、あやってね、いいよ、おテンション上がってまいりました、負けんなこれ、まずゲージカウントはいいよ、テンション上がってまいりましたね、もうやだ、ケッサー助けて、いや無理、助けてあげられねえ今日は、残念ながら、負けんの、なんだよそれマジでさ、テンション上がってきたよ、貴重なゲージだ、はい、やってね、なんで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 、やめろやめろ、ガラくんな、いいよ、いい逃げ、何に対しても、置き詰めはね、すごくやりにくい、実はそうだね、うん、EX の旋風脚が結構万能だから、めくりにも多くに対してはすごい機能する、あれ、あ、遅い、あ、俺も行きましたよ、ゲパに、佐野だよね、あ、その外使いの方だったわね、いや昨日は大丈夫です、外使いなんてみんなすらぶっこんでくるんで、いつものことです。いいよ。おお、うまい。うい。慣れっこなんで。いいおお。はい、こっから詐欺飛び。だと思ったけど、そうだ、ウルコンニーが怖くあってできねえのか。できないですよ。することしかできない。外使いは、はい、絶対回すよ。スライディングはね、いいよ。ぬるっとするか。いや、いい。はい。うい。いい勝負してますね。部分なんない、ガラムさん。ならん。マジで、あ、メキシコの呪いがかかった、うん、俺が呪いかけてるはずだったやってガイはね、画面端追い詰めてもさ、いざって言ってどっか飛んでっちゃうからさ、結構そこら辺は俺横に真横になりすぎてさ、タイミングずれんだ、恵まれてるよね、に画面端から逃げやすい部類、三角飛びもあるし、あーけど恵まれない子だよこいつはマジで恵まれてるって言ってんのに恵まれないこと、いろんな意味でね、いやけど強いキャラだと思うよもちろん、ほら、強いのがいいって、強い強い強い、あーいや、あいや、あいや、はい、こっから、今のうわー、頑張れ、逃げて、おお、怖っ、あーこれダメだ、この体力差マジで、いやまだまだ武神流なら、うわー、うわあ、なんだそれよ。ふざけんなよ、マジでもう。ダメだ、マジで。まだまだね、まだ始まったばっか、前半、まだ前半ですからね。まだ前半。まだ前半。まだ後半にも差し掛かっていないっていう。俺がガラムとやるしかねえんだよ、笑うガラムして、みんな応援してるよ、ガングさんは、吉明も応援してるよ、ちょっと待て、吉明来てるの、うん、吉明来てる、吉明お前が必要だったよここに、ほらちょっと待て、インベさんも応援してる、じゃあもしここでガングン外人が負けたら、インベさんがもう続投、別の日続投かよ続投かよ、まさかの、これ明日仕事なんだけど、いいよいいよ、続投は無理かもしれないけど、別の日にインベさんが勝っ、ほら、あ、今インベさんも逃げ出す模様ですね、もうガングさん残念ながら今日ここでガングがこのフォークをぶったたくしかないっていう、あーマジで無理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 、ほら清松さんもなんかニコニコしてるレバー壊れたけど、やっぱりここはレバー壊れたけど、ちょっと先ちょっとやったからな、ガング開示に全てを託してるんですよ、みんな武神流の期待が超高い、あー差し込んだ、あのね、フォークの牽制っていちいちね、後ろに下がるのが腹立つ、あれそう、頭、あのね、この欲望さんっていうフォークはブランカ以外はいけると申してるんで、いや、ホンダも無理、あ、ホンダも無理になった、ホンダも無理、うん、あのね、ブランカよりきつくなきゃなんとかなるって言ってる人間なんで、あ、頭おかしいん、
あの扉無理しない。うーわー、これ地上から攻めるしかねえな。もう飛び、まずマジ飛び通らねえ。はいはいはい、いいよ、芸術使ってくれれば。なんかね、そういえばね、ルミちゃんはね、前投げの後ね、速攻急停止して前ジャンプでかくってきて、裏表。ああ、なるほどね。うん、前投げ速急停止前ジャンプ、あれ結構めんどくさかった。てか見えない、確かそうだった気がする。危ない。こうなるとめんどくさい。前投げ急停止はつ、おお、いい感じだった、やられた感じで。おい、ガンネさんちょっと手出しすぎなのかな。うん、変に変に差し返せ、もっと。まあでも、あのね、でもね、プレッシャーがあるからね、手を出さないっていうわけにもいかないし。うわー、えぐい今の。うお、いいよ。はい、はい、いいよ、いい試合流れ、いい相打ちでいい。はい、こういうとこでスライディング先端を狙って絶対当たるんだけどね。ある、それはある。いい、いいよ。頑張れ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 。やってくっからやなんだよ、マジで。まだいける、ホンドルスファイヤー。あー、負けせそうだ。おお、これは難しい選択肢。うん、今のポパの遠大系仕込みか。お、いい体育投げかも、二択だよね。うわー、地味に集中。はい、おー、怖。あのシャガ中継が結構いい味出してんな。それ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 、噛み合うね、噛み合う。結構リスク低いね、近い距離だからね、怖いんすよ。うん、確かに。でもそんな刺されてないよ。うわ、通らねえ。ぐわーぐわー、えい、うん、え、シャガ中継が全然差し返されてないね。なんでくる、まだいける。きっちい、きっちい、これこれきっちい。あーよっ、うわー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 、発狂。お前ゲージ見ろよ。いや、ホークの体力を生かした。あーうわー、もうやっ、何が言ってるのか、10回やんなきゃいけないんだよ。全部負けていいよ。まだまだ、今は 5-2 です。もうやりたくねえよ、こんなの。これはしんどいな。どう考えてもやっぱこれフォーク有利だよ。理有利かな。体力と火力に物言わせられるでしょ、こんなもん。さてさて、後半戦、後半戦。それは緑書いて、しのちゃんが欲望様を拒否ったので、玩具怪人が生贄に、生贄じゃない、勇者に立て祀られて。あー、これマジでさ、まだまだまだね、こっからだよ、こっから。少しずつ変化をつけて、一切スライディング打たないのは、もうガールされたら駒内確定だから。うん、そう。いや、位置によってはね、あれリバーサーで出すのちょっと難しいのよ。まあでもまあリスクリターンは合わねえかもな、確かに。ガードされた瞬間駒投げプラス大きめ攻めだから、うん、あー、うわー、ミスった。うん、だから、うわー、届く。だから難しいよね。あ、なんでグラップ乗してんのにピヨるよ。壊しが出てる。ああ、いいよ、いいよ、遅い遅い。でん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 、こっから逆転、逆転。生まるかも痛いな。うわー、逆転しね。うわー、知ってる。
まだいける、まだいける、よし。うわーシビア、いいよ。あーあああ見えてたのにあれ、今惜しかった、うん、今反応しそうで立ったよね最後。もう絶対いけた。まあ、めんどくせえこいつ。まだいける。あの、こういう試合が、あの、つくばでよく繰り広げられています。なんで毎日死ぬの。ひどいわ。多いよ。なんでそれ。あーっと、しかもなんか、それなんか3ヒットになってる。何狙ったのかな、それだけ言って。え、漏れた。だろ絶対。そうだもん、崩れてきた、ガング怪人が崩れてきた。これダメなの、はい、これダメなの、あ、はい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 、あーっとまだいける、あー遅いやろこれ、いいよ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 、うわー裏回っちゃった、まあよくある、はい2分の1、はいまだいける、あー取られた、はい、おお。あ、今つながってる？つながってそうな雰囲気だったけど。あー、もったいないな、もう。あそこでウルコン狙っちゃうか。ね、しかもあからさまに遅かった。そしてまたこの牽制が進む。このね、ガイがね、ウルコン溜まる前にね、どれだけリードできるかなんだよね、見てると。置き攻めでウルコン溜まるまでにリードさえしてないときつそう、置き攻めできなくて、やったはい、ね、ああちょっともったいなかった、いいよ、あの円台系先端の周り、はい、円台系じゃない、ジャンプ台系、ジャンダイ系先端はめんどくさいね、ガイの、うん、めんどくさい、おお、セーフ。このね、ガング怪人じゃなくてね、このピンクのホークってやってるとね、ほんと大変なんですよ、精神的に。ね、このガイガーの、ガング怪人の気持ちがよくわかる。この辛そうな。なんで？いいよ！あぁ！あ、やって。募集なんてあるわけないじゃないですか。うわー体育出る、まだいける、もう終わった、うわーまだいける、体力ねえな、飛ぶしかねえよ、きつい、あーもう終わった、あもう殺せ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 これね、ガングさん落ち着かないと勝てねえよ、あのね、もうかける言葉もないのは分かるよ、けど。もう何が良くて、俺が本当に。何が良くて、大丈夫、何も良くないです。何も良くねえよ、本当に。本当、タバコだけが減っていくよ。タバコとね、精神力だけがね。まだね。だがしかし、この外、はい、ここで、もしだよ。もしガングが敗れたとしても第2第3さんの外使いが現れ、そうそうそう、 K さんとかあの T さんとか、あそうだね、そうそう、 K さん T さん、 I さんとかが現れて、そうやってくるはず、そうそう、俺には無理だ、荷が重い、第2第3の外使いが現れてやっつけてくれるはず、そうすると多分ガングの試合は無駄ではなかった、確かにね、いつも温まるとね、もうひどい目に遭うんですよね、こっちだけど、温まる、あのね、温まっちゃ負けなんだよね、このクソホーク、うん、このクソホーク、あれなんでパーツも出てないですかうわー怖っ、マジ組んなって思うわこれ、ほんといいよ、そろそろ片散ったよ、はい
メキシコ怖い。いいよ。うお、怖っ。牽制の戻りに。ああ、まだいける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 。あ、なんで、なんで出ちゃうんだよ。えい、なんで出ちゃうんだよ。しっかり振り向く。俺、あれ振り向こうとしてできないパターンが多い。ああ、もう。いいよ、こっから、こっからあとは、ゆっくり、ゆっくり、牽制で。よい、よわ、うわ、まだいける。うわっ、はっ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 、いいね今の。ちゃんとそこはダメージ取っていく、しっかり大きなスカリには。オラシオンさんアットホークの頭の羽は電気チェッカー。たね、ガングさんもしっかりやることやってるよ。大きなねとこにはね、ああいう風にやっぱ中盤 EX 砲山当てて、まあ、全部が全部差し返しは無理ですけど、このゲームはそんなのは。ここは、おーっと、ゲージを使わせて。黄色い EX スパイアに EX 扇風脚で返したい。難しいな。でも失敗してもなんか、竜巻だから。いいよ。ここから。一本だけがゲージ、しかもグラップしてんのになんで切れねえんだろう。グラップ、多分小足がね、噛み合ってる。いや、中足今不合やったんだけど、なんか出てた、一緒になんか出てたから、多分8000前多いよ。この地味な地味な牽制を、なんでしょう。うわー、 5-2 ぐらいまだいける。あーでもしてるよ、マイクとかすんな。はい、知ってる。あー、バレてる。2分の1なんでね、何にもしなきゃさ、こっち立つけどさ、あの飛んで、もうこれもうまだいける。うわー、マジでケツさん、もうだから俺心が折れてるもん。まだまだいける、まだいける。あーなんだこれ、俺ガエル鍛えそうだよ。いいかも、ラスト1本からガイル使ったらいいじゃん。ダメです、それはダメだろ。あ、ダメだね。もうダメだよ、これさ。あー、きつい。4、5000円ぐらいしかまず精神力持たねえよ。これはきつい。きついよ、もうこんな。これはちょっときついけど、清松先生はまだいけると申しております。マジっすか？なので頑張りましょう。先生から寄せたらまだまだ、やばいところいっぱいあるんだよ。ここでこうすればいいのにっていうところが難しいよ。ちょっといいや、マジでちょっと、ラップは今から、ちょっとそう、今から、うん、今から投撃予選だって勝ってるじゃないですか。確かにね。おっと、マジ対フォーク対清松先生対欲望崩壊実現の模様です。え、そのうち。ありがたい、そのこれで俺知れるわ、うん、心を砕く。そう、ここで頑張れる。いは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 い、こうアラムさんにね、前歩きするって言うとね、グラティブスやろうとするとダメなんですよね。なんでこれよくある、あれ投げらんねんだよね、黄色いスパイアガードしても。あれあれ、早く出る、減る。はいよ、これ痛い、何個くらい、はい、切る、うん、お前でも何なの分かってんね。飛び通したい。
なんでウルコン1位になってんの。ウルコン1位になってんの気づかなかったし。あぶねえ。ウルコン1かよ。なんでウルコンが早掛けなんだよ。ダンガは完全に折れてる証拠だよ、こんなもん。ひよってる。うん、ひよってる証拠だよ、うん。ここはね、持ち返したい1本。ちょっとね、連勝止めて持ち倒したい、持ち返したいところだ。いいよ。勝ってるよ。ちょっと打つ戦い方に変化が。おぶね。おい、はい。でん。コア中パンでつながるの？うん。むしろ猶予が。うう。おいしい。見てなかったし。あ、ない。なぜウルコン1になったし急に。うわ。相手相手だけじゃねえかよお前こんなマジこのお客さんマジあと、あ、頑張れまだいけるもうできねえよやばいやばい偽スパイヤが飛んできたこいつやりたいだけやんけ今の偽スパイヤが飛んできたもう絶対は戸松さんとか大爆笑だよ偽スパイやったまるなお前もう柔道さんとかならこの気持ち分かってくれるはずなんだけど大丈夫大丈夫みんな分かってるこれはあのねこのフォークと対戦したことがねある人は大体分かるいつもやってる筑波人はみんな分かるクソがってミスとかなっと他人の不幸はいつもあり。うわ。さあさあ。ミスさんとは楽しくできたけど。楽しいだろう。楽しくねえよお前。見てて分かってんだろう。罰ゲーム。罰ゲームだよこれ。罰ゲームの上に負けたら罰ゲームっていうね。絶対やんねえよそれ。楽しくね、そう、あれ回せないんだよね、俺あのね、見てるのは楽しい あら、お、いいねいい対空今の大パンが当たるとは思わんかったあこれきついないいよ、こっからああもうスラめんどくせあとはスラめんどくさいウルコン1さえ食らわなければってところだろうなウルコン1の圏内入っちゃうあいあいあいもうダメだもうダメだダメだコンボミスが目立ついいよまだいけるまだいけるまだいけるうお怖い全部つながってない全部気にしないそんなのはそんなの見なかったほどにやっぱスライディング打った方がいいのかな俺スライディングはね打つそれなりに打つべき全くないっていうんだよね勝てばいい打つべきとこでそうそう引っ掛ける感じで打ってね警戒させるのはねいいとは思うよグッそういいねうわこっからあーまだいける、うん、うわーまあ殺しきるしのちゃんがしのちゃんがきっと後で倒してくれるはずそうだよねいろんな いろんな資格がねこのホークを倒しにやってきてくれるかもしれないよいしょなんでなんで食らってんの今のしのちゃんはスマホが起動しないと申しておりますいいよまだいけるいいねしのちゃんがアピールうおー怖え
き攻めしやすくはなってるはずなんだよね、ガイガはウルコンミニス1になってるから。はい、あー来て、うわ今セビスカルか、あ変なセビなんだこれ、おっと、もうあと、いいだろう、十分だろう、ガラも楽しかったな、あとリーチ、もう急にいいか、ガングさん、もうちょっといい勝負できると思ったんだけどな、ひでえひどい、急にいいか、こっから、こっから8連勝か、マジか、こっから8連勝あるか、ここから8連勝はきついな。ほら、清松さんもここからと申しております。やべ、次枠取れねえかった。次枠取ってなかった俺。やべ。じゃあちょっと待ってる？いやいいよ、もう遅いっすわ。さあガングが。まあ終わった。終わったらこっちをちょっと眺めててください。これきついなこれか。もうちょっといい勝負してるんだけどね、普段。ステージが悪い。きっと。あ、そっかそっか。俺ら。きっとね。ほら、もうダメだ今日。終わってる。これは、おっと、ここはまあ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 って感じで、ドン減らねえ、フォークの体力マジ多すぎだろ、いいよ、はい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 、そっからワンチャン、そういうタク裏行かない、うわあーっと、まだいける、きつい、スタンはしないね、フォークは、コントロスファイヤー、うわー、ここで、あれは難しいな、いきなりセビは、セビられちゃうと、うわ、まさか、どういうコンボ選択、あこんなもんですよ、こんなもんか、次の武神流に期待しましょう、途中でもう心折られて、心折れただなぁいやこれね、気まずいっていうかね、まあ、いつものことですこれはこんなもんです、そういやお疲れ様でした、お疲れ様でした、ね、このね、この折れるパターンはねよくあるんで大丈夫です、筑波ではいや切れるか折れるかなんで、そう、うん、これ楽しくねえよいやでもね、ガイホークはやっぱガイ側があの牽制で立ち中盤からのコンボで差し返されるときついんだよ、きついなこれは、うん、あと置き攻めで、あの EX 旋風脚基本なんか技出してたらそれしかないと言ってます、きついなこれは、これはまあ期待ですね、ガングさん、そうっすね、もう俺は十分やったよ十分やった十分やった、ニューガイ使いに、うん、もうみんなに頑張ってもらうよ、見て俺はダメだ、見て勉強、みんな10戦やるほど精神力は持たない、見てお勉強ですねこれは、うん、お勉強です、新しいガイ使いに、ちょっと俺はこの後なんか適当に違う部屋で気持ちよくなりに行くよ、気持ちよくマジ今日はもうちょっとこの後ガッツリ今日寝れないわこのままで、まだ、まだ普段はね、うん、もうちょっといい勝負を、あのしてるんだけどね、十三さん多分見てると思うからこの後俺とベガガイルやろうぜうん、ベガガイルかよ、でもね、意外とベガガエル俺も最近ね悪くねえなと思ってきた、いや結構ね付け入る隙ありますよね、うん、ベガガエルはねなんかねちょっとね面白いなって 思い始めてきて、またド M が
心が。いや、きつい、もちろん、それはガイル有利には変わりないけど、うん、映画側も一応付け入る隙はある。うん、ね、若干面白いなっていうのは感じる。うん、辛いけど。お、ジーゾスはちょうどオンになったじゃないですか。何これ、ガングさんの代わりに入るってことか。ああ、ありがとうございます。まさか。まあ、そんな感じで。ああ、もうちょっと俺はちゃうな、ちょっとガラムさんとやっぱり、こんなにはできない。あれ鉄砲ゲームは見事、欲望の勝利ということでね。ポーゲームになってる。もうね、あれもうじゃもうマジで今心折れてるもん、もう。この後ちょっと俺も、ひどいミスをいろいろやりつつ。それはある、うん。この後特に何も考えてないですよね。もう、あっならな、集中したな、ちょっとだけでするのができる。俺対ケシカランの10戦が9対2で終わっちゃいましたね。じゃあ10対2だ。やだよ、なんで俺がやんなくちゃいけねえんで、10戦もこの野郎。ケシカランやれやれ。今から、今から、今から、いや、5戦でいいよ、5戦でいいよ。5戦だったらいいよ。マジか。いやでもガラムさんが次の日仕事だから。いいよ、大丈夫よ、僕いつも3時ぐらいで今日遅く起きたからこいつ。ちょっと待って、じゃあ準備する、準備するから、ちょっと30日ぐらい待って。30日ぐらい準備かかるんだ俺、ちょっとローズやるのに。ダメだマジで、今日全然。じゃあちょっと待って、ガング怪人の敵を取ってやろうではないか、この私がじぎじぎに。素晴らしい。もっとマジか、やるんか。うん、1回勝ったら俺の勝ちね。はい、いいよ。10回ぐらいやって、10回やって1回勝ってな、まあ、ていうか俺もね、10回やって1回だから、本当はガナムさん20勝しないと俺に追いつけて下がってない。そうだな。なんかやべ、パソコンの配線がえらいぐっちゃぐちゃになってる。ダメだマジで、今日はちょっと途中で本当に折れたわ、もうちょっときついね。今日なかったわ、俺自身もなかったわマジで。じゃあこのまま、じゃあガングス怪人にはこのままこの部屋にいていただいて、はい、なんで俺がやんなくちゃいけないの。大丈夫だよ。まあそれか、他の外使いにバトンタッチっていうね。まあ別に、あ、でも今日じゃなくていいな、それは。ほら、清松さんがじゃあ次やってくれるって、やっぱり。おお、マジか、うん、清松さん、ちょっと待って、俺動かないんだけど。ちょっとこれもステージか、あの下の、その上の、あ、待って、あ、まあいいや、まずいなぁ。なぜ俺がやらなくてはいけないのが、ここに来て。いやいや、普段全然勝ち越してんじゃないか。勝ち越してねえよ。10回やって10回負けるわ、いつも。嘘つけ。なぁ、ガングさん。うん。ほんとだよ。ごめんね。どうすんだこれ。強い、このホーク、このホーク超強い。ふざけんな、ふざけんな、このホーク超強い。はい、よし、いいよ、逆に折れろ。そうだな、これガンが俺の味方に。いいよ。やってね、やってね。やってね、やってね。あ、なんか出てる。まだいける。大丈夫、大丈夫。ローズ可愛いから大丈夫。うわ。やばい。いいよ。あぶ。投げる。届かん。うわ、よくガードする。当たる？当たれよ、クソ。当たんねえんだよな。やべ。ふっ。ふっ。うわ、怖い。ふっ。ふっ。飛べんねえ。飛べんねえ。ウルコン当たってよ、先よ。遠いよ。あ、
EX になんなかった。っていうか俺いらなかったよね、最初から5000でよかったからケッサーがやってるやん。いや俺は俺がやるわけがないん、そんなのもう完全に俺交通事故ですからね、これ。おお素晴らしい。エキシビションなんでこれは。さっきさ、おかんにさ、あの交通安全のお守りがあったんだけど、完全事故ったよねこれ。それ面白い、そのくだりは面白い。交通安全のお守りはもらったもらったさっき。通じてくるでしょ、ほんと。あー、みたいなね。黄色いスパイヤが来たらスライディングっていうのは。はい、おー、いいよ、どうぞ、かわいい。うん、まあいいでしょ。はい、うわ、おー、いいよ、いいよ。こういう光景がスクピンで繰り広げられてます、クソって言いながら。いやー、はい、俺の勝ち。そうだね、うん、これはパチ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 、俺の勝ちですね、今日のところは。玩具けしからんチームの勝利。大勝利。ボーズは可愛い。私はスパ4読み込みません。しのちゃんまだやってる。しのちゃん、Xbox 縦にすると読み込むかもよ。うん、これチーム戦だった、実は。こういうゲームだ。このステージが一番いいよ。このステージはね。豊富ですよ。豊富。より一層可愛くっていう感じで、豊富を。よし、ブーストさんアップ横にしながら縦にするとディスクスー飛ぶから気をつけろ。なんだそれ。725番さんアップしのちゃん電話よ XBOX はよ。間に合わない。公式全国は出ますか、おさんぽん。うん、で公式全国考えてないって組む人がいないです、そもそも私には。うわ、きつい。ブーストさんアップ回したまんま縦にすると吹っ飛ぶ、わら。はい、うわ、打ってきた。この3人は敬遠の中なんで。まあそうですね。そうです。まあ、そうです。敬遠の、あぶい、敬遠の中なんで。あの、あぶい。みんな言わないだね。はい、うわ、クソ、シマホーク。なんだよそれ、頭から突っ込んできてマフラーに勝とうなんてね。あ、もうだらけど、このピンピンの見かけねえな、素晴らしい。うわ、こいつ何しやがったぞ、こいつ、このホーク。逃げて、逃げて、ゲージがない。逃げてローズ、逃げて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 、いた。よし、この、逃げて。くっそ、遠かね。はい、おいしい。よし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 、レバー壊れた俺の。今下押したら上飛んでった。うわ、
おかしいだろ今の読みは。いやでも同時にあそこでじっとしてるっていうのはあまりしたくないでしょ。もう完全に二択ですからねこのキャラ本当に。おかしいよ今の。どう思いますか玩具大先生今の。いやーもうね最低ですね。最低ですねやっぱり。最低。ああそれねベストな言葉ですねみんなに伝わる。最低ホーク。俺はな。ゆっくり、ね、今日からこのタグ見たらガラムさん部屋建てとか人来ない。うん人来ないな。人来ないね。もうこれはスカイプなのですね。このなんで俺がやんなくちゃいけねえんだこんな。こんなこと言うだけさ俺のため俺のためストレスの塊と。お投げる。めくりよ。逃げ。ああ回したこいつ。すぐ回したこいつ。回った回した。回した回した回した。回した回した。回した。ダイヤシ、ダイヤシ。折れないよ俺は。折れないって言ったのに。あっ！フォークできねえのこれ。やばい。あ、まずい。あ、もし今日中学全然出ない。やべ。あずい。お、しのちゃんが、しのちゃんがかかってこいじゃん。今からでも遅くない。今からでも遅くないですよ。ガラムさん仕事行かせないんで。いやこの5戦終わったら、これもうおしまいだよ。大丈夫だよガラムさん。今日遅くに起きたでしょ。いやいや明日仕事なの。寝れない寝れない。あべし。おい危ない危ない。はい、うわ重たいだ。あー今のは詰んでたな。よしよし。何やねん何やねん。また来年かよ。ケさん、はい。どこで聞いてた？はい。見てる側超楽しい。だから言ったじゃねえか。見てる側楽しいって言ったじゃないですか。見てる側はこんなに楽しいのになんでですかね。やるとあんなに、ほんとあんなにのこう苦しいというか。マジで？なんちゅう全然違う。え？怖っ。やめて。ああ。ああ、そっか。まずいって。まずいってこれ。危いっす。怖いっす。ああ、だだだだ、画面見えた。届かない、届かない、届かない。スパイヤーを届かなかった。あーマジクソホークマジこれどっか行けよほんとほんと。いやーローズ戦はきついな。コンドルスパイヤー打ったらほんとなんつうのコンドルスパイヤーコンドルどっか行けよもうコンドルと一緒に。マジね玩具怪人の気持ちが手に取るようにわかる。わかるでしょもう。なんだこんな連戦してたらマジ持ちませんって。ほらね、消音しますよ、こんなの。するわ。コンドルダイブ打ったら、そのまま地面にぶっ刺さって、サンドバッグとなればいい。そうそうそう、そうそう、それぐらいになっちゃえばいいんだよ。コンドルスパイア打ったら、なんか画面の後ろに飛んでっちゃえばいいんだよ。KO。武士会さんの叫びも。あー、マジきつい。まあ、俺今日何もやってないからな。今年初めてだからなスパホ。しゃあない。まあ俺もそうですよ今年初めて。うバカじゃないのこいつ。あ回したこいつ。また回したこれ。いやいやいや。ごめんなさい。俺らはなんかこう出してもごめんなさいぐらい言うけどこいつ悪気入れた素振り何一つないから、ね、当たり前です。お前が読みかけた方が悪いんだろうみたいな。
はい、はい、やばいやばいやばい、やめにける。来んな、逃げろ、ゲージを吐いて。あ、マジでこれちょっと早すぎたな。はいはい、今何を見えたんですか、あなた。え、スライディングの後のバックステおかしいんでしょ、頭いやー、あのタイミングだったらコマ投げ間に合うかな。ローズはセブン姿勢が、あ、美味しい。全然チュアしつながんねうわー、飛んできたうわおかしいだろ今の、どうやったら飛んでくんだよそっからあべあべあばば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 ばあべ、ゲージないけど、うわっ、あーもう球間に合わん、あばばばばばばあ、来い来い、来んな、こっち来んなって、マジで来んなっつってんの。あ、やっちゃった、来んなって、来んなって。よし、もう、よしよし、来なかった、守り抜いた、死守した、うん、はあ、今どうなってんの俺、うん、まだ22なの、うん、どでしょ、ケンさんまだって感じでしょ、マジでまだ22なのこれ。俺もう5もそんぐらいから崩れるの5-4 ぐらいで勝ったんだけど、もう俺の中でおかしいでしょ。でしょでしょ。マジで言ってんの。もう30戦ぐらいやったんだけど俺。やったやった。もうお腹いっぱいなんですけど。何言ってんの。これ5-5でいいわ。五戦勝負でいいわ。だよね。あ、タスクドン先生が。やっぱり。おかしいでしょこれ。おかしい。うん。おかしいおかしい。これはね、五本選手でよかった。ガングさん。10本選手はきっちりきっちりっす、これでしょ、もうそんな持たねえってのに無理っす、これ何言ってんの、お前ら根性ないな。いやいやいや、あのね、ローズが体力、買う側だから分かってねえんだよ。ローズが体力1200あったらね、いいよ。そう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 、あるあるある、そう、ローズが体力1150あったらな。あ、ぶっ、パシッ、相手に返したこと、うわー、なんだよそれ、いけ、もうやばいやばい、求愛する猿ですあ、おかしいだろ今の、減りすぎなんだよ。あ、やばい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 、表、よし、表ガードよくないよ、表、ほらな、表ガード、ふざけんなよマジでいいよ、ホークのアップなんか見たくねえんだよこっちはいいじゃないか、いい笑顔だ、うん、いい笑顔、マジか、くそ、見てるだけでイラついてくる、ほんとだよこれそう、マジクソホークじゃねえかよこれ、マジクソ野郎だよ、
ほんとこれで近所から怒られたらガンさんのせいだ。うん、壁ドン。いやけど今朝マジでこっからだって本当に遊びですから。持たなくなってくる、持たなくなってくる。お遊びですからねこの5000円はあくまでもエキシビジョン。エキシビジョン。そうだから俺はブランカ使ってもいい。ふざけんなよなぜかローズ使うと言った。でもこれ正直ローズのが有利よね。え正直いやローズ B 有利でしょこれ。いやローズの体力が2000あったら有利つけていいよいやいや真面目に真面目に。いや有利かこれ。これ普通に5分いいとこ、いいとこ5分だろう。だってフォークの方が頭おかしいもんほら来た。痛い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 。この火力を見てくれやめてやめて勝負レバー、はい、これ今何対何なんだっけ。3、2とかでしょ。おかしいよ。もういいよ 5-0 で負けて俺そうそうなるんだってマジでやってるとまあしんどいわこれあ、なるほど。あーミスったん。いやね、こうそうそういうね小さいねミスが積み重なってくんだってマジでやってると。おいしい。うわあ、バックステ。なんか言ってる、なんかブルブル言ってる。もうおかしいだろこれやろ。あ、終わった。今のもう何してもウルコンブッパしかなかった。でしょマジで。大丈夫、これは枠調整ですか。この枠でバイバイするために俺は姿をくらますためにこうやってこれマジでね4000、5000ぐらいでも本当ダメになってくるって。勝てないよマジで。もう一す面白くねえわやってて。じゃあ今朝ねもう一すって言った時点でもマジで負けないんだよもう一すマジで。人のことってどれだけ悪魔だと思ってんだよ。いやもう悪魔とかそんなレベルじゃないでしょ。薬病神で薬病神メキシコのトーテムポールだよメキシコの本当にトーテムポールとしてね、神としてね、そうでねもう、うん、薬剤の神としてね立て祀られてればいい。そうほんとブランカはよクソだわこのフォーク。マジ開幕飛んでくるんだからそのまま爆発しめばいいんだよ危ない。マジコークが突進技とかいらないでしょ。そういらないいらないいらない、うん、いらないよ。スパイは許すけどスパイはダメだよ。あれいい人も説得だよ。一人一人指割れはダメだって。あれあの性能でマジ逃げらんねえな。あー対空出てね。やべガイもな、かまいたちがもっとな、うわーマジ飛んできやがったこいつ。ソウルスルーあ、痛い。おいバーおーおかしいだろ今の。折れる今のおかしいだろ今の。スルー飛んだ。あーもういて足払い届いてモズじゃん。あぶい。いいよ。ああ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 きた、ざま、ぶっ殺せ。あ、もう時間ねよし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 来たぞ。あ、来んな。
をやる。あべ、あべし、あべし、あべし。ああ、スルー出て。まずい。ああ、ごめん、ごめん。違う、違う。強気ドリル。ごめん、失礼。逃げて。対空出なかった。頑張って。そして頑張って、ここ踏んだって。よし。やばい、やばい、やばい、やばいよ。バンだよ。よしよしよし。まずい、これまずい。打っちゃダメ、今の。なあ、今、俺も投げた。駒投げした。ローズ、駒投げ。はい、見せないこれは。ふざけんなよマジで。マジかよ。なんで？打って？まずい、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 まずい。まあ、バックス。疲れちゃん。からもいや、いい、いい、いい枠調整でしたね。うん、そうですね。うん、いい枠調整でしたね、今日は。もうこの枠で終わりですよ、今日は。もう、いいよ、ガングさん、やっても。この、メキシコ国境警備隊出していいよ。ああ、国境警備隊出した、うん。メキシコ国境警備隊出して、ぶっ殺して。このクソ、マジ死ね、死ね、どっか行け、マジバカしろ、体力300でいい。体力300だったら許そう、このホークは。ふざけんなよ、まだね。そうだよ、本当に。メキシコ国境警備隊です、これこそが、まさに。いや、でもこれで負けたら、なんか大変だよ。いや、もう俺は別に失うもの何もない。今日はないです。今日は、とりあえず、私、シャワーを。今日はいいでしょう、これで。ガナムさんが明日お仕事なので、私はまだ明日、明後日休みなんです、実は。美味しい、美味しい。というわけで、スイッチは消してしまいましょうかね。